And welcome back again to ESA Summer 22. We are still raising money for Save the Children. And thank you, ViewSonic, for your gaming monitors this event. And thank you for Twitch for giving us a platform to stream on. And now it's time for... はい、お待たせしております。では、お次のゲームですね。戦いのバンカー、2% ファミコンということで、また、なんかこう、なんでしょう、今までのこう、ね、こう、カーティー。いいですけど、なんかタイトルだけ見るとなんか香港映画とかなんかテレビの出てきてるんで。I like that. I like RNG. That's good. So, トロヤンなのかな ？Not much to say about the game. Just let's just go. Let's just go. A good track です。なんかまあ王道のおっとリセットが入った。あ、まだグッドラックじゃない。So, Trojan, you're this guy called Trojan, and you're in this like dystopian world. Everything has gone crazy. You have this evil lord called Achilles. I think it's actually resurrected. He's causing havoc throughout the whole world, pretty much, and you're there to save it.ちなみに、お相手は私、ラキサギが、よろしくお願いします。ファミコンのゲームはマジでわかんないです。もし、ね、このゲーム、プレイした、RTA とかじゃなくてね、普通にこう、通常のプレイしたことあるよっていう方が、あら、くぐもっちゃってますか？ちょっとお待ちくださいね。ちょっとじゃあ音量上げるか。どうでしょう？こちらで今、いかがでしょうか？聞こえておりますか？まだダメそうですかね。This next stage is where you normally do a lot of resets when doing attempts because you have this armadillo. あ、さっきまでダメ。あ、ちょっと音量ちっちゃかったかな。失礼しました。ありがとうございます。はい、というわけでですね、こちら、ステージ1終わりましたね。ステージ2荒野の方に入ってきました。大丈夫そう、よかったです。マイク切ったら調子悪そう。ああ、なるほど。承知しました。マイクも一緒かな問題かな。ちょっと調整しますね。でもあれ、そうですね。この辺の、ファミコンのゲームですが、本当にミリシラでございまして、大変恐縮ながら。何かね、このゲームを RTA 経験がなくても、プレイしたことがあるよとかね、そういった方がいらっしゃいましたら、飛び入り解説等も、8分だからどうかな。ちょっと短いから飛び入りいけるかな。もし、あれでしたらお願いします。ちょっと、はい。この、ちなみにですが、この後もですね、しばらく、この午前中というか、この、まあ、深夜早朝時間帯のゲームは、解説がないタイトルもね、ありますので、この辺もこうスケジュール等を見ていただいて、この辺喋れるなみたいなのがあったらね、ご協力いただけますと、運営様ともとも嬉しいですよと、よろしくお願いいたしますと、いったところですかね。はい、ちょっと脱線しちゃいましたが。アルゴスの選手とかと似たような感じ。まあ、だから、ベルスクっぽいけど、ベルスクではないみたいな感じなんですかね。エレベーターを降りて、秘密の基地やサムシングをなんか降りていきますが、一瞬ちょっと画面秒が大丈夫だったかって感じですが、こういうもんなのかな？読み込みが間に合って、早すぎて読み込みが間に合ってないのかな？どうなんでしょうね。FC 版、あ、じゃあ FC 版じゃないのもきっとあるんですかね。これは NES ということなので、おそらくその FC 版かと思うんですが、さっきそっか、もともとゲーセンのアーケードであったっていう話は、なんか、聞いた、なんかね、ありましたけども。なんか背景なんかね、多分、こう容量とかの都合で、こう、都度降りてから読み込みをしているとか、そういう話と思うんですけど、読み込みがなんか、あ、単純にバグってる。ああ、そういう感じ。はい。はい。Now we're in the sewers, and here's where we're gonna pick up speed actually, so we don't have to do the bungee jumping all the time. どん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 こう、ステージは変わり。And another power up there. Can do more damage on the bosses.
なんかこう境界点みたいなちょいちょい拾ってるんですけど、なんでしょうね。S と P。P ってなんだ、パワーかな。S はじゃあなんだ、スピード？なんだろう。なんかちょっと確かに。そうです。背景の処理が遅れてるんだろうなこれ多分。なんかね。どん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 世界が切り替わっていきますけどもね。さあボスもサクッと倒していきます。なんかロケットパンチ打ってなかった気のせいかな。まあまあそんなこともある。はい。この辺ちょっとしんどそうですね。なんかこの足元転がってくる爆弾。3個目の P を取ったので、ああ、はい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 、はい、なるほど、蓄積されていく。多分じゃあれかな、ゲームオーバーとかで全部その辺のストックアイテムがなくなっちゃう系のやつなのかな。で鍵を通すとシャッターが開くと。なるほど、ありがとうございます。この床を転がってくる爆弾を避けながら、うわーサクッといった早い、すごいですね。あれ避けながら戦うのすごくしんどそうですけどね。あーっと、またなんかこう、はい、不思議な世界が広がっておりますけども、You can win a PlayStation or a Retro Tank or a Steam Deck, even a Nintendo Switch. あ、こんなバグは、やっぱなんか RTA 特有というか、やっぱスピードランならではな、ボスラッシュ面かな。で、なんかあの、なんならあの主人公の立ち位置もバグってはいないのか、別に。これは大丈夫か。バグってなかった、別に。消えました。ね、なんか。スピードラン特有何かなんですかね。さあ、というわけでファイナルステージですね。はい、入りました。なんか主人公の 2P カラーみたいな人がいましたけど、サクッと倒しましたね。ああいうのすごく強そうなイメージあるんだけど、やっぱりパワー3倍が効いてるんですかね。3倍だもんな、だって。さあ、壁から、壁画からなんか出てきましたけども。ああ、秒殺。さあ、このふんどを振り回す的な後にラスボス。はい、ありがとうございます。秒殺ですね。やっぱパワー3倍が効いてるんですかね。お、マントを投げて、マントを投げて姿が一瞬消えたけども、あ、はい。はい。はい。GG です。早い。やっぱパワー3倍が壊れ性能なんですかね。すごい早かったですね。いや、見事でした。いや、でも、なんか、あれですね、パッと見なんか簡単そうには見えるけど、やってみたらめちゃくちゃ難しそうなタイプのゲームの匂いがしましたね。すごく難しそうでした。というわけで、エンドロールが来まして、はい、切り替わりましたね。というわけで、はい、戦いの番下、トロジャン、トロヤン、トロジャンでした。というわけではですね、お次のゲーム、入ってまいりましょう。さあ準備してまいりますので少々お待ちください。